エンミックスまでもついにいじり出した。仲が良い JYT ファミリーが面白い。JYT ファミリーとも呼ばれ、JYT 店として JYT の箱推しさんがいらっしゃるほど、家族のように和気あいあいとした雰囲気が愛される JYT エンターテインメント。総合プロデューサーは皆さんおなじみパクジニョン。パクジニョンはお餅が大好きで、お顔がゴリラ顔なことから、もちゴリという愛称で親しまれており、これはご本人も公認のあだ名なことは有名なお話。11月18日に放送されたミュージックバンクに、パクジニョンが出演しました。新曲、グルーブバックを披露したのですが、ラストで MC を務めるオニョンと共演したことが異色のコラボすぎて印象的でしたね。オニョンの隣のもちゴリが強烈すぎて、もちゴリ×オニョン意味わからなすぎて好き。オニョンと並んでもあんまり公開処刑されてなくてバランス取れてるもちゴリすごい。もちゴリとオニョンタンのコラボなんかすごい元気出る。と K-POP ファンダムは不思議なパワーを受け取ったようです。さらにもう一つ注目が集まったシーンは、もちゴリがインタビュー中にニュージーンズのハイプボーイを披露したシーン。見た人全員大顔になれるもちゴリによるハイプボーイ。パクジニョンのハイプボーイ最後のお辞儀が着ぐるみがやるお辞儀なの面白い。マジでパクジニョンのハイプボーイ見ることでしか元気が出ない。パクジニョン大先生がウォニョンの前でニュージーンズのハイプボーイを踊る図が面白すぎる。ミュージックバンクで大暴れのもちゴリ大先生。このハイプボーイもちゴリバーが JYP ファミリーたちのいたずら魂に火をつけました。まずは TWICE 大先輩ファンがパクジニョンのハイプボーイ見たと聞くと、 TWICE メンバーたちは見た、あっサナとサナを指差し、サナのファー帽子があの時のもちゴリにそっくりではありませんか。さらに TWICE の5回目となるワールドツアーでももちゴリハイプボーイを踊ってみせたようで、こんなところでも見られるとはとファンは大喜びしました。お次はストレイキッズのもちゴリいじり。特にひどいのがマンネのアイエンです。ストレイキッズ2度目のワールドツアー、マニアックでハイプボーイもちゴリバーを披露。しかもアイエンは最後のお辞儀まで再現していて笑いを呼びました。イエニのもちゴリハイプボーイ誇張しててほんとおもろい。お辞儀までのコークオリティしんどい。ヤンさんはもちゴリハイプボーイ好きね。ハイプボーイカバーしてるんじゃなくてパークをカバーしてんのね。イエニのもちゴリ煽り気味なのほんと好き。JYP の孫、他の映像でもスンミンにチャンリン、ヒョンジンまでライブでもちゴリハイプボーイをいじっています。さらにバラエティでもカラオケでハイプボーイをセットして、チャンリン、ヒョンジン、リノ、アイエンなども全員でいじるスキーズ。もはやニュージーンズの再現なのかもちゴリの再現なのかわからなくなってきますが、とりあえず面白すぎます。ハイプボーイ以外にスキズの S クラスの TikTok チャレンジをした動画、スンミンとってのが最高。スンミンに支えられるもちゴリ幸せそうで何より、とステイを楽しませてくれましたが、これもまたスキズの餌食になることに。怖いもの知らず最強マンネ。リノの動きが指の立て方まで似てて笑った。アイエンとリノだけならまだしもバンちゃんまで。ついに長男ももちゴリいじりに参戦。ゴリめっちゃいじくられてる。呼び出し食らうぞ。一回叱られろ。もうコラボしてくれないぞ。社長自らネタ提供してる。パクジニョンのハイプボーイと S クラスいじりは元気もらえる。またスキスはダンスだけでなくパクジニョン大先生の歌い方まで再現していじるシーンも。ストレイキッズのメンバーがケース143の練習をする最中、アカペラで軽く歌いながらダンスを確認しているのですが、TD ニムバージョンでやって、とメンバーがリクエストすると、ボーカルラチャたちがもちゴリバージョンで歌い始め、爆笑するメンバーたち。PD ニムバージョンのブロージャー。ドラリモンスパッチ、ネバフィルム。ヘンドリー、ペンサーマン、ヘッド、ギャンミー、ペン。インタビューで TD バージョンと普通バージョンはどう違うのかと聞かれると、メンバーたちは背筋を伸ばして座り直し、スンミンが勇敢にも通常バージョンともちゴリバージョンを比較してくれました。言語化せずとも伝わるもちゴリ感。さらにバンちゃんが TD ニムバージョンのマニアックを研究した時のスンミンというと、スンミンがメニアック。ああ、よくし。どうやら日頃から研究しているようです。言えな最初切り替え早くて無理。キムスンミン一回怒られてこい。もちゴリ、後で全員私のところに来てください。また最近アップされたロサンゼルスでのコンサートの様子を収めた Vlog で、
最終日の公演前パクジニョンがスキズに挨拶しに来てくれて、スキズのメンバーはステージで一緒に踊りましょうと誘いましたが、遠慮しておくよという様子で後ずさりし、見に行くねと言って観客席へ。ライブ中スキズが観客席のパクジニョンを見つけてグルーブバックを踊るリノ、それに観客席から答えてくれるもちぼり PD。 もちぼり PD にもいじるときに生き生きと輝くお決まりのリノくん、もちぼりのことを愛を持っていじるスキズたちが好きです。お次に最近カムバックした一致、サイン会でダイナミックにもちぼりハイプボーイをいじり倒しました。一致もスキズも容赦なくもちぼりいじるの本場最高におもろう。チェリョン特徴捉えすぎ、本気でいじりに行ってるの好きすぎる。イッチがもちぼりから可愛がられてるこの関係好き。ちなみに先日公開された YouTube 番組でイッチがインスタグラムの個人アカウントを持ちたいが事務所の許可がまだもらえていないことについて、 MC のジョナさんが社長をいじったせいで距離を感じていると思います。個人アカウントまであと10年と、いいチェヨンがミッチごめんなさい、自分のインスタアカウントから遠ざかりつつありますと言って笑いを呼びました。そして去年デビューしたエンミックスまでもが早速パクジニョンをいじっちゃってます。しかもそのメンバーがあの三大事務所すべてに合格したアイドル界に舞い降りた天使ソリュンだというのです。 YouTube 番組で JYP にまつわる絵文字を一つ選び、それを選んだ理由を説明するというゲームにエンミックスが挑戦。他のメンバーは野菜の絵文字を選び、有機野菜に力を入れている社員食堂のことを言ったり、家族のように仲がいい JYP ファミリーを象徴して家族の絵文字をチョイスしていく中、ソリュンがゴリラの絵文字をチョイス。ソリュンは PD のあだ名は餅つきのゴリラだからと言い、まさかの社長いじりに驚きを隠せないリリー。最後は私もお餅すごく好きです、愛していますと愛嬌で乗り切ろうとするソリュンに笑いを呼びました。のびのびと育てられてて本当に素晴らしいよ、こんなに社長をいじれるの JYP くらいだよ、きっと練習生期間も簡単に顔を合わせることができないもちぼり PD。 最初はとてもふざけたりできなかったと思いますが、アイドルたちも立派にスターになり、パクジニョンをいじるまでに成長したのでしょうね。何よりそんな関係性を築けるパクジニョン、本当にアイドルたちに愛を持って接しているんだろうなということが伝わってきます。 JYP ファミリーを応援していきたいですね。コメントや高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。